いつもありがとうございます。ニニニットです。まずこちら見てください。これ4分の1のトルソーさんの、ラグランラグラン袖の、サマーセーターといいますか、ちょっとあの丈を短くしたんですけれども、糸が、まあ、糸足りそうなんですけどね、のこう半袖ですね。でもうあの前、片袖とそれからこの後ろ身頃はここ何もあのもうまっすぐなので、ここ減らしていくだけでまっすぐなので、後ろ身頃は編みました。一回こうやってキャリッジ走らせるとベラが全部開きますので、それでこういう風にしておいて、はみ出し用の編み地を使います。で、3本でもいいんですが、ちょっと5本ぐらいの、トランスファーツール、写しがあるので、これで 1,2,3,4,5 スピーディーに取っていこうと思います。一つの鎖に一本ですね。はい、全部目が取れました。これで重りをします。本当にこの編み出し用の編み地は便利ですよね。で、抜き糸入れます。抜き糸の端に重り、あら落ちちゃった、重りをかけて糸口に正しく入れて静かに1段。はい、入りました。ではここからこの端も重りですね、両方つないとあれですね、こんな感じで映るでしょうか。ではここから段数計を測るやつを入れて、それから、段数計測るのはここですね、ここを出して、それからこれ向こう側です。で、スタート線にちゃんと正しく合わせておきます。ちょっとずれちゃったかな。はい。で、編み始めます。この段数計の目盛り、一目盛りが、一目なので、それを見ながら袖はまず少しずつ増やしていくようになります。一目増やします。2,1 で増やします。増やすとき、増やすときは 3,1 がいいな。これあのスーザン先生ってアメリカのね、スーザン先生がなさってたんですけど、まあ普通にこうやっておいて、2本でこうやっておいて、でこの横の渡り糸をこう取って増やしてもいいんですけど、スーザン先生はこの1本でなさるんですよね。こう傾けておいて、と目を取っておいて、それから渡り糸をこうやって取って増やす。こ
こういうやり方をされますね。はい、でまた製図のところを見ながらやっていきます。6段置きみたいですね。こっちがあれですね、こういうふうに傾けて2つを取っておいて、でこうやって渡り糸を取ります。ちょっとこっち拡大してみましょうか。これ増やすときですね。こうやって写しをこう傾けて、まず2目を取ります。端の2目を取って、で3つ目の渡り糸をこういうふうにすくって1目増やします。こうです。あれ、ちょっと待ってください。1、2、3、4、やっぱ6段目ですね。こちらは、右は右側に傾けて2目を取って、で3つ目をこう取ります。この増やし方が綺麗なようなんですね。左は左側に傾けて、まず2目を取っておいて、3目目の渡り糸を取ります。まっすぐ引いた線は、同じ段数で均等になりますよね。6段おきに1目増やす感じです。ここで31目。31目ではない。何目だった？38にならないといけない。1、2、3、4、5、6、7、はい、合ってます。1枚目作る時にね、目数書いといたんで、はい、これでここから袖の脇まで来たことになります。で、分かりやすいので0に戻します。段数計ですね、0に戻します。でこれでここまでが31段でした。まあこれ4分の1の、取るそうですけど、でここで糸印をつけておきたいと思います。こういう、ここまでが
拡大しましょうかね。合わせて、閉じるときに目印になるんで、結局身ごろとここのここからのラグランの部分は身ごろのラグランの部分と合わせることになるので、ここに糸印を入れておきます。タッピで輪にして、でその輪にぐらせて、こんな感じで糸印つけておきます。両方につけます。はい、ここからだいたいラグランはそうですけど、2段置きに一目ずっと栗のところまでですね、ここもこの袖の部分もこう一部、首ぐりに入ってくるので、ここに栗が出てきますね。その栗の最初の休み目の手前までやっていきます。2段置きに減らし目です。今度はで減らし目は2本の移しでいきます。2目目を立てたいんですね。2目目にある目を表に立てたいので、そうすると1目目をこう閉じるのに使って、この目と目がきれいにこういうふうにこう並んでくれますよね。これ2目一度の目ですね。これごめんなさい、この綺麗に並んでるのが2目一度の目で、こう1目目は閉じるのに使ってあります。だからこの3目目がこの2目目に隠れてる状態ですね。表から見てこういう風になるように、2本のタッピで、まあこうやって1本でこうやって移しておいて、それから2本でこう移して、こうやってもいいんですけど、3目目をやっぱり写しを傾けておいて、3目目を取って2目にかぶせて、で針を奥まで引っ込めてから2つ出すっていうふうにすると早いですね。こうです。この写しを傾けて必要な目数取るっていうのに慣れると効率がいいと思います。こう傾けてますね。3目目だけを取ります。まずで引っ込めます、針。そして2目にかぶせてまた引っ込める。それで出す。そうするとこの減らす目を引っ込める手間もなくなりますね。引っ込めて、かぶせて、2目減らす。これを、この製図でいくと、この赤いの関係ないですね。これが袖の線ですけれども、これ。ここの部分ですね。ここまで今と同じ作業をずっとやっていきます。ここの部分まで写ってるでしょうか。ずっと2段置きに減らして、1目減らしていって、このここの位置に来るまでそれを繰り返していきます。ずっと編んできまして、袖をここの袖の、休み目、取り目のところまで来ました。ここからは編み分けでこちら側とこちら側を別々に編んでいきます。でこれ見ると、平らになっているところが左 1,2,3 右 1,2,3 の合計6目です。だからこれを見ながら両サイドから減らし目をしていくことになりますね。でだいたいラグランは端で前身頃とか袖は最後が2目残るようになりますね。これはシルバーなので、
編み分けは引き返しですね。両サイドこれ1中側です。でブラザーはここにありますね。この設定にしてこれから編む部分以外は D1 に出してあります。これでですからこの2、4、6、この6目が、休み目になります。ここからここからこ、こっちはラグラン袖のこの部分ですから2段置きで減らします。で反対側はまずは目が落ちちゃった。ちょっと直します。わわわわ、こんなに落ちちゃいました。こういうのね、何事もなく編集しちゃうこともできるんですけど、できるだけ私ミスした時にね、それを直すところも写したいと思ってまして、そういう意味では幸いまだまだミスばっかりなのでそういう部分ではいいかなと思ってるんですけど勝手ながらこれは2段分編まなかった。このおもりを考えてあげなかったのもいけないかな。ここは1段伸びちゃった。これちょっと拡大しよう。チャンス到来ということでまずこれ落ちた目確保しときますね。編んでない目、ここ編み地が乱れちゃうかも。こうやって渡ってる糸を針から外して確実に目を確保しておきますね。でこれは3段編んでません。こう横に渡っている糸を上にして、まず目を針に戻して下から順にですね、こうやって引っ掛けてベラを閉じて2段目、こういうのもね、上手な先生方がたまたまなんかミスをされたりして、でそれを直すのを見たりして、ああいうふうにして直すのかって覚えたわけで、ノーミスでねスイスイ編む動画ばっかりだと自分でどうしていいかわからないと思うんですが、そういうのもあるんでしょっちゅうミスしますけど、その度にできるだけ直すところの動画をしたいと思ってるわけです。で、あまりに段数が多いときは後ろ側にタッピを後ろ側に回してしっかり目を確保してあげて、後ろ側からタッピ返しですね。で、写しにタッピーのがベラが外れてくれないと写しに映りませんけど、で後ろでタッピー外します。でこの直した目を戻します。こうですね。
ちょっと緩んじゃったけど、こういうところ、ここは糸の問題もあったのかな、緩んじゃった時、私こうやって結構ね、メディアス編み目立っちゃうんで、こうやって緩みを解消しておきます。ねじってはねじっては、何目目かまでこうやって糸を渡しといて、ちょっとでも目立たなくなる。ああ、映ってなかったですね、ごめんなさい1段目でも減らし目しないといけないですね。21、ここは、2目目をかぶせて減らします。だいたいこういうところは1段おきに何回か減らすようですよね。あ、これごめんなさい、これ1段、段数計0に、こういうところ0とかにしといた方がいいですね。ここにおもりしてあげないといけないですよね。これがさっき緩んだ糸をピュッと引っ張ってきて、こうねじりながらこう入れたんですけどね。こちらはラグランの部分なんで2段置きですね。3目目を取って、これ引っ込めた方がいい、取ってこうです。1、これで2段目、こちらも2段目、1段おきに何回か減らし目をしていくので、この辺になるとね、あんまり見てないんですけどね。3目2目、はい、でこれ出てるとダメですね。編む1で、おもり、減らすようですね。こういう針の乱れですね、これしっかり直しといてあげた方がいいです。あら、わあ、滑っちゃった。4段目、ラグラン減らします。こっち減らしましたっけ、 1,2,3 だから、まだ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11、大丈夫かな、ここ減らしましたね。あら、また糸がまた乱れてる。戻ります。これですね、針の乱れがあると幹が嫌がります。もっと取り目しても良かったかもしれない、ここね。取り目っていうのは中のひら、中心の平たい部分ですね。あー、分かった、くし輪にかかってた。8、
二人でもう。これでもう目を伏せちゃいます。二目なんでね。で止めておきます。こんな感じでお袖のこれがこういうラグランのところですね。こうなってます。あ、伸びきっちゃってる。これうん、4、5、6でこれここにかけておきます。はい、これで2、4、6と減らしました。真ん中のあのこの平らな部分ですね。でここからは、左右逆転するだけで、同じことですね。赤いの関係ないです。今ここの部分の6目を休めたという、あの伏せたということですね。だからこうなってるこちら側を作っていきます。ビデオ撮るのやめようかと思ってたんですが、何をやってると思います、これ。編み出し用の編み地で目を開いて、で抜き糸入れて作り目するのを忘れてました。だからこんなあのダブルにするね、メディアスダブルとかにするんだったらいいんですけど、そのまま編んでも巻き目で作り目する予定だったのに、そのままザーッと編んじゃったみたいで、抜き糸外したらこういう状態です。もうこれ目を開って、止めてあげるしかないですね。これだから袖の編み始めのところです。こんなことです。私は、はい、全部目を取り終わりました。おかしくなってる目がないか確認します。この目が、あ、ここもここもだ。2本撮りなんですけど1本しか撮ってない。ここもな動画ですけど、こういうのも ありですよね。隣同士でね、テーブル並べておしゃべりしながら編み木してるっていう感じ でね、こんな私がこんなだからね、最初の頃は「二二三」って呼んでくださいって言っても「二二先生」とかって書いてこられる方がおられたんですけど、最近なんかね、私こんなだから、同世代だったりね、年上の方だったりするとね、ニーニーちゃんなんて呼んでくれて嬉しいです、その方が。ニーニー先生なんて10年早いって感じで、あれ、ちょっと待って、私大失敗したかも。なんか大きいなと思った。うーわ
勘弁って感じ。何したと思います？はあ、はい、見てください。この前に編んだ、まず後ろ身頃編んだんですけど、お袖を編んで、これと目を閉じるでしょ、最後にお袖じゃなくて後ろ身頃だ、袖を先に編んで後ろ身頃編んだんです。10でやっちゃいましたよ。これ大きいなって思ったんだな。これやり直しだけど、まあ、やり直しは自分の時間でやるとして、これこういう場合ですね、こうやって一段編んであげて、これが作り目の代わりになりますね。で閉じるしかないですね。本当はサクッと、袖をやって、それから前身頃をやってって1分の動画で終えるつもりだったんですけど、とりあえずこれはこれで、サイズが違ってきますけど、当然完成させて見てみたいと思います。はい、こちらですね。こちらの製図で編んだのが、ここに、糸印つけてますね。ここからラグランの減らし目をこうしたわけですね。でこれがこういう風になって、片方が前身頃、片方が後ろ身頃と閉じ合わせになって、よいしょ。こういうラグラン袖。しかしこんなに変わってくるもんなんですね。編み目ダイヤルでね、ほんとバカだな。これですよ、これとこれと、こんなにサイズが、これ6じゃなかったのかな、私こんなに違ってます。はい、まあそういうわけで編み方自体は同じように編んだんで、一応ラグランのお袖を編んでみましたということで、でも失敗しましたということで、以上です。